おはぴよ、どうも、ひなぴよです。それでは本日も、君が死ね、多数決デスゲーム、続きやっていきたいと思います。前回、衝撃の事実が発覚いたしまして、なおちゃんが、カイさんに、脅されていたと。で、脅されて、そうくんのことを、殴ったという証言をしました。ので、この話を早速引き出していこうと思うんだけど、なんか、カイさんやっぱね、ストーカーだったりとか、こう、脅しだったりとかでいろんなものを引き受けすぎてるから、やっぱ誘拐犯側なのかな、君は。どうなんでしょうか。おい。喋んないね。なおちゃん。私はカイさんに脅されて、ソウさんの頭を殴りました。遺体回収のアナウンスの後、箱を持って走り、食堂まで来ると、突然、カイさんに手を引っ張られ、調理室の中へ押し込まれました。怖い。静かに、ここに隠れていればバレません。はい。カイさんは、かくまってくれたんです。誘拐犯に反抗するとは、ナオさんもなかなかやりますね。お願いします！誰にも言わないでください！カイさんは事情を知ると取引を持ちかけてきました。ではナオさん、私の望みを一つ聞いていただけますか？望みって何ですか？もう結構です。水を差さないでよ、いいところなのに。驚きました、ナオさんがこのような嘘をつくことに。嘘じゃないです！カイさんは、脅迫を否定するんだね。ええ、脅迫を受けてるなら、最初に全てをお話しするはずです。なぜならナオさんは、私をかばう必要がないのです。アリスさんがレコさんをかばった時とはわけが違うのですよ。ひどいです。ひどいです、カイさん！うわあ、怖い。話し合いは均衡したまま平行線をたどっている。ナオさんは少しでも他人を巻き込もうとしているのです。違います！調理室、私に調理室は開けられません。嘘には付き合いきれません。嘘には付き合いきれませんって嘘かどうかわからないから、ナオさんは正直に話して、いや、違う気がする。それにしては随分タイミングが遅かったですね。だよね、違うよね。私に調理室は開けられません。でもそしたらカイさんだってどうやって開けたんってなるよね。これ時間制限あるんだっけ？ないね。ちょっと実行しますわ。ナオちゃんに調理室は開けられませんを肯定するか？嘘かどうかってのはっきりしないから、肯定も否定もダメか。私間違っちゃったの今。イナっていうのも無理な話、これかな。ナオさんの言う通りです。調理室の鍵はナオさんには開けられません。私にも無理です。それに調理室の鍵は2階の鉄格子の向こうにあったんですよね。私は2階に行ってないのです。どうやって置けと言うんですか？あー、1階から2階へ投げたんです。ピッキングで開けたんですか？1階から2階へ投げたんです。まあ、鉄格子だからね。私階段から登ってすぐのところにあったから、ピッキングはちょっとなんか無理なありそうな気がするから、こっちかな。1階から2階へ投げたんですに固定。そうです、一階の階段を登ったまっすぐ先に鉄格子はあった。隙間を狙って投げたんです。うん、それはあり得ると思う。そうですか。わかりました。ですが仮に、ナオさんを調理室へ招いたとして、私が脅迫できるとお考えですか？善意でかくまうなんて変です。弱みを握らねば脅せません。弱みって言っても、もうあれだよね。
かくまってもらってる云々みたいな話をしてるから弱みっていうか、その取引持ちかけたって言ってんだから、こっちか？難しいんだけど、弱みも握らねば脅せませんにイナを言ってみる？いいえ、もしカイさんが包丁を手に入れたとしたら、脅すことは可能です。本当だ確かに包丁で脅された可能性はありますな。では、脅せたとしてなぜナオさんにソウさんを襲わせたんですか？きっとソウさんを恨んで、ナオさんを使う意味がない。パソコンがカイさんのものだったとか？ソウさんを恨んでではないと思うんだけどな。見られたらまずいと思ったからなんだと思うから、これか？恨むほど関係は深くありません。つまり捜査以外に目的はありました。そこまで言うなら私は何が目的だったのでしょうか。仲間の信頼関係を壊すため盗みでも働いたのですか。あ、これじゃね？パソコンじゃないのか。パソコンを盗んだんじゃない？自白しましたね、カイさん。おや、何のことでしょう。カイさんは、ソウさんが持っていたパソコンを盗みたかったのです。思い出しました。カイさんは、パソコンを手に入れることを条件に、かくまってくれたんです。すげえな、大事なことを最初に思い出せっちゃ。人をぶん殴れるほど我を忘れてたんだ。その時の記憶なんざぼんやりしてて当然だろう。ごめんなさい。でも、はっきりと思い出しました。わかりましたか？ナオさん。怖い。隠し部屋にいるソウさんから、パソコンを取り上げてきてください。無理です。見つかったら、サラさんたちを呼ばれてしまいます。ではフライパンを貸しましょう。これで背後からわかりますね。大丈夫です。女の子の力なら力いっぱい叩いても死にはしません。でも嫌ならこの鍵を誰かに渡すまでです。それはお願いします。ナオさん、あのパソコンがないと困るのは私だけではない。サラさんも困るのです。え？私も困るの？サラが？でも、全部嘘だったんですよね。カイさんは約束なんて守ってなかった！先生をどこかへ持ち去ったのはカイさんです！嘘ってわけではないかもよ。え？パソコンはパスワードでロックされてたんだ。なのにカイさんがムキになって奪おうとした理由は何だと思う？それは解除せず見る方法があった。パソコンの予備電力に用があった。パスワードが適当だった。解除せず見る方法があったのかな。ああ、ないのか。特別な機会あれば可能か。もっと笑っちゃう理由さ。パスワードが適当だったんだ。それを知ってるってことは、解除できたのか？もちろん。え、何も見れなかったと言ってたじゃないですか。ああ、あれ嘘だよ。また嘘なのか。だってパスワードがね。指導員だったんだもん。ほう？やっぱカイさん、ストーカーだから、サラちゃんの名字をパスワードにしていたってことなの？かな？は？指導員だと？また、変な、そう。
残念だけど本当なんだ。試しにみんなの名前を入力してみてさ。最後に一番信頼してたサラさんの名字、指導員を打ち込んでショックを受けたよ。私はあんなパソコンは見たこともない。もちろんこれサラさんのパソコンじゃないよ。ならカイさんのパソコンなんだ。だよね。メールを読んだのですか？認めるんだね。一体どういうことなんだ？全部読みたかったよ。ナオさんに頭をガツンとやられなければ。なんて書いてあったのかな？よーく覚えてるよ。予定通り17名の確保が完了しましたってね。ほー、カイさんがみんなを連れてきたというか、それともあれか、やっぱり誘拐犯側サイドで、協力していたか。なるほど。んー、カイさんは誘拐犯サイドの人間だったってことは、サラちゃんを誘拐するっていうかストーカーになってたのも、サラちゃんをここに連れてくるためだった。ちょっとまあ引き出してみようか。はい。カイさんのパソコンのメールには予定通り17名の確保が完了しましたって書いてあってね。僕が読めたメールは4件、すべてカイさんから何者かに送ったメールで、宛先は全部違うアドレスだった。それも暗号のようにぐちゃぐちゃなアドレスで、多分それは誰に送ったかわからなくするためのセキュリティ対策だろうね。古いものから順に思い出すよ。いいね。一通目のメール。予定通り17名を確保しました。念のためデスゲームの実行日に誤りはございませんか。すべては順調にことが運んでいます。二通目のメール。私もサラさんには深い愛情を感じております。絶対にお守りいたします。指導員家にこの身を捧げる決心です。ん？指導員家？サラちゃんじゃなくて、まあでもサラにも深い愛情を感じてる。が、じゃあストーカーはガチなのか。三通目のメール。潮時ですね。もし指導員サラの身に危険が及ぶなら、あなたでさえ敵と考えて動きます。四通目のメール。サラさんはゲームを楽しみにしています。お友達も参加することでしょうと、まあこんな内容だったよ。なんだよそれ。デスゲームってふざけるなよ。どう考えてもこれのことじゃねえか。カイ、嘘だぎゃ。お前さんが誘拐犯側なわけないよな。なんだ、エプロン野郎と指導員サラ、お前らは知り合いだったのか。知り合いなんかじゃない。カイさんは私を付け狙うストーカーで、あの、まさかお友達ってジョー君？え、俺？僕なりに推理したんだ。カイさんがこのデスゲームを知ってたのは事実。誘拐犯側の人間さ。そしてもっと恐ろしいのは、サラさんもジョー君も誘拐犯側だってこと。違うよ。いい加減に、いい加減なこと言うなよ。なあ、そりゃそうよ。怒るわ、そんな。俺たちが誘拐犯側だったら、あんな危険な試練なんてやるわけねえじゃん。大体、メールの内容だって本当かどうか怪しいぜ。蒼さんは全部後出しじゃねえか。このまま蒼さんの意見を通せば、私たちが危ない。まあセーブしますけど、これってだってさ、知り合い二人が、ってなったらちょっとさ、周りの、今回、てかそうか、サラちゃんの感じ、さっき間違ってたね。そう、違和感あったんだよな。何喋ろうとしたんだっけ。そう、ジョー君とサラちゃんがもともと知り合いっていうのが結構でかいと思ってて、
だって他今多分元々知り合いだっていうのがレコちゃんとそのアリスさん以外なくて、ね、ナオちゃんの知り合いの三島先生は亡くなっちゃったし、カンナちゃんのお姉ちゃんは死んじゃった。で、他の人たちもペアだった人たち多分、置いてきてると思うから、この二人が生き残ってずっとここにいるっていうのがおかしいよ、みたいな、いうのは、周りから見たら確かにね、そういう視点になっちゃうと思うんだわ。これ、弁明の仕様があるのか？大丈夫かな？じゃあちょっと、引き出したんだっけ？これ。あ、そうだよね。引き出した。討論かな？あ、待って。あれか。まだ、そうくんのやつ引き出してないか。メールの内容からそう読み取れるんだ。予定通り17名を確保しました。念のため、デスゲームの実行日に誤りはございませんか？すべては順調にことが運んでいます。私もサラさんには深い愛情を感じております。絶対におまお守りいたします。地動院家にこの身を捧げる決心です。潮時ですね。もし地動院サラ、これやっぱサラ漢字間違ってるね。身に危険が及ぶなら、あなたでさえ敵と考えて動きます。サラさんはゲームを楽しみにしています。お友達も参加することでしょう。まあ、4通目のメールがすっごい意味深だもんな、これ。ね？討論するか。ここで、ジョー君とソウ君で。へぇ、認めないんだね。当たり前だろ！最初の試練で死にかけたんだ、俺たちだって。そうですよ。あんな恐ろしいこと、自分でやる意味、ないじゃないですか。でも、それはただ私たちがやったっていう証言に過ぎないんだよ。本当にやったのか、確認できないよね。確認できないのはあなたも同じ。パソコンがここにあれば嘘も証明できるのですが。脅迫したのがバレたのに強気だね。100歩譲ってカイが悪者でも、あの二人が敵ってのは納得できないよ。え？ロシアンルーレットだってサラたちが言ったから無事に済んだぜよ。サラ姉は僕を檻から出してくれたにゃん。お前弱そうなのに生意気だわん。ちょっと待ってよ。そういう話じゃ。念のために聞くけど、メールの内容、見間違いじゃないよね。あれ。おかしいな。みんなどうしたのさ。冷静に考えてよ。ほら。カイさんとナオさんの行動は証明されたんだ。僕は殴られて、タンコブまで作って、今僕を疑うのは筋違いだよ。こんなの変だ。なんでみんなサラさんの方を信じるのさ。ふん、哀れだな。どうやら信頼の差が天と地ほどあるみたいだぞ。なんだよ、それ。みんな目を覚ませよ！僕は正しいことを！追い詰めるか救いの手を差し伸べるか？そう、まあでも今までの行動が、今このサラちゃんとジョー君に対しての信頼を得ているというか、信頼関係を一生懸命築いてきたジョー君とサラちゃんが、これは、もう、正しかったっていうことだよ。こういうデスゲームにおいて信頼ってすごい難しいことかもしれないけど、そこをやっぱり、重き、なんかみんなの命を大事にしてきた二人のことを信じるのは、そりゃそうだって感じがするよね。だってソウ君は自分のことしか考えてなかったもん、今まで。救いの手か。差し伸べるか。ソウさんの言葉も、すべてが否定できるわけではないと思います。私は誘拐犯とは何のつながりもありません。ですが、カイさんの正体は、私も疑問です。それを浮き彫りにしてくれたのは、ソウさんです。これ、カイさんが喋ってんの？どっち？
何が、僕のおかげだ。もう、いい。うわぁ、前向きじゃん。すごいよ、サラさん。君は人の心をつかむ天才だ。情けないよ、その他うぞうむぞうが。命が惜しくないの？親切にされて疑えない？自分で考える頭もないのかな？死ぬべくして死ぬ、弱者の生き方だね。顔つきが変わったね。どうしちまったんだ、お前。諦めたんだよ。無能なみんなに。くだらない。どいつもこいつも。陰キャが切れたにゃん。怖いわ。もうみんなは当てにしない。サラさん、僕らで話そうよ。これが一番手っ取り早かったんだ。進展。カイさんは誘拐犯側の人間さ。デスゲームの実行日をメールで尋ねていたしね。サラさんもその仲間だったね。これだね。サラさんもその仲間だったねを否定する。待ってください、違います。私が明確に仲間だという証拠がどこにあるんですか？文面から見れば推測できると思うけど。そんなのあくまで推測です。ふん、そっか。すべてのメールは一人の人物に送られている。メールによると、カイさんはサラさんが大好きみたいだ。指導員家に対しても変な忠誠心を感じるよ。すべてのメールは一人の人物に送られているかどうかは、全部メールアドレスが違うからどうかわかりません。ソウさんはさっき、すべては違うメールアドレスに送られたと言いました。それが何？一人の人物に送られたというのは、ソウさんの思い込みです。僕なりに確信はあるんだ。けど、確かに証拠はないね。ま、僕はあくまで主張するけどね。おそらく指導員家の誰かが事件に関わっている。カイさんはその人物よりサラさんが大事みたい。だんだん三人とも怪しくなってきたでしょ？そんなことない。カイさんが怪しいことは分かりました。私が疑われるのも仕方がない。ですが、三人まとめてセットで疑うのはずるい！これは、ソウさんの印象操作です。やれやれ、ひどい言い草だね。じゃあ改めて言ってあげる。ジョー君まで関係してるなんて思わなかったよ。友達もゲームに参加する、怖い話だね。サラさんもゲームを楽しみにしてるだってさ。これ難しいね。友達もゲームに参加する、怖い話だね。サラさんもゲームを楽しみにしてるだってさ。ジョー君まで関係してるなんて思わなかったよ。待ってください、ジョーについてはメールに名前すら出ていない。これで断定するなんて、ソウさんは思い込みが激しいですね。サラさんは個人攻撃が好きだね。でもまあ、それは認めようかな。かといって取り逃すほど甘くないよ。17名を確保、3人を除けば酒場の名簿の数と一致さ。パソコンを強奪したのが全てを物語ってるよね。ここまで来てカイさんとの関係を否定するかい？ここまで来てカイさんとの関係を否定するかいかな。当たり前です、結局全部推測じゃないですか。なんだって。ソウさんこそ証拠を出してください。そんなメールがあったという証拠を奪っておいてよく言うよ、君たちは。悔しいけど、証拠はない。ならば状況は同じ。私はそんなメール否定します。対話収束。いや、全部否定できたんじゃないか、これ。疲れた。少し気分が悪いよ。
ほとんどの言葉に反論できたはずだ。なのに、どうしてだろう。この、疑心が渦巻く空気は、なぜだ？私たちはただ、お互いの信用を揺るがせただけだ。みんなしっかりしてくれよ！サラを疑うのはおかしいって！皆殺しになってもいいのかよ！ねえ、みんなにとって最悪って何だと思う？僕みたいな信用のない奴が裏切り者？違うよね。サラさんが敵だった時、でしょ？あのな！はいはい、注目。誰？ポエミか？盛り上がってるところ、お邪魔しますね。まもなく。おいおい、ちょっと邪魔しないで。まもなく、予選投票の時間です。待って！このタイミングで！どうするんだ！結論なんざ出してねえよ！後悔しないように入れるっきゃねえべや！今言えることは、いや、言う。ここで鍵盤を主張するのは悪手だと思う。何も言わない。何もない。あとは、みんなを信じるだけだ。サラ。みんな、勇気を出そうよ。裏切られたくない。そんな気持ちが邪魔してるんだ。サラさんを疑うことが、前に進む一歩なんだ。そう、あなたって人は！ほら、投票に行こうよ。そして、君が死ね、サラさん。ここでタイトル回収すんのかよ。誰に投票するか決めてください。ねえ。本来だったらカイさんに投票したいし、ソウさんにも投票したいが。これどうしたらいいんだろうな。私と、まあ、てかサラちゃんと、ソウ君に投票は入れちゃダメってみんな思ってくれないかな。だってお互い鍵盤って主張してるんだよ。まあ、それで、鍵盤って主張してるんだったらさ、なんだっけ、奴隷みたいなさ、なんだっけ。あれ、身の代ではないと思うんだけどな。だから、カイさんかな？ここのライン切りしよう。まあ、人狼的考えになっちゃうかもしれないけど、カイさんと関係がないことを証明するためにカイさんに入れようか。どんなにソウ君が言っても、カイさんとの、ソウ君とサラちゃんの関係は平行線な気がするので、ここでお互い票入れあっても意味ない気がするかな。集計結果を発表します。うわー、いっぱい入ってる！やばい！あ、カンナちゃんにも入るんだ。ソウ君にも2票。カイさんには？おぉ、めっちゃ入るね！こういうことですわ。4、6、8、10、12か。あれ？あ、そっか、身の代の票があるからか。なるほど、この5人になるわけだ。サラちゃんの立ち絵久しぶりに見たね。恐怖が込み上げてくる。投票結果はいかがでしたか？決戦投票に進む者は5名。木槌カンナ。佐藤海。田綱ジョー。なんで俺が？日よりそう。そっか。自動員サラ。
死ぬ？この5人の中から確実に1人が死にたくない。俺は助かったのか？嘘でしょ？私もやったわ。バカ野郎、本当にヤバいのはここからじゃねえか。俺たちの投票が運命を決める。選ぶしかないんですか？サラ姉ちゃん、なんで私がこんなに頑張ってきたのに。自分のためだけじゃない、きっとみんなで脱出できるからって。なのに死にたくない、死にたくないよ。しっかりしろ、サラ。刑事さん。じゃん、おまわりさんがついてるよ。刑事さん。いいかい、みんな、ここからはたった一人に絞らなきゃいけない。情けや恨みも忘れるんだ。役職を思い出してほしい。鍵番か身の代を選べば全員の死。そうよ、よく考えたら全然セーフティーじゃないじゃない。私たちの中で賢者はいねえのか？こっち側に賢者さんがいれば鍵番さんもわかります。まさかいないにゃ。最悪じゃん、5人の中ってことだよ。仕方がないさ、手段は一つ、5人に言葉で証明してもらうんだ。そうだろ、サラちゃん。はい、その通りです。私が証明してみせます、本当の鍵番が誰なのか。よし、会議での言動や行動を思い返すんだ。勝ち筋はそこにある。最終決戦。最後の20分間、限りなく少ない時間を有効にお使いください。全滅しないことを願ってますよ。再びホエミーは静かに椅子へ座った。最後の戦いが始まる。はい、ということで今日はこれで終わりたいと思います。いやー、ソウさんとサラちゃんで喧嘩しても意味ないんだって。ここ選ばれたらまずいんだからさ、全滅したくないはずじゃないの？ソウくん、なんで？なんでサラちゃんにこうやって票誘導しちゃうんだろう。だってサラちゃんが鍵番だってソウくんは分かってるはずでしょ？全滅させる気じゃん、そんなんさ。何がしたいんだろうね。はい、では次回に続きます。次回最終決戦が始まりますが、なんとしても生き残らないといけません。みんなを全滅させるわけにはいかないので。ということで、また次回、おつぴよでーす。